田中です。アクソルチャンネルです。早速ですが、今回はこちらの水槽テトラさんの水槽ですけど、こちらめちゃくちゃ安く手に入れたので、水槽を立ち上げていこうと思います。そらちゃん、安かったんですか安いと言ってもオールガラス水槽ですからね。いくらだったんですかなんと、税込1650円でした。どうしてそんなに安かったんですかあ、 わかった水が漏れない程度の小さい傷があるとかでしょう。いいえ。ガラス自体には一切傷はありません。ひびもありません。水漏れもありません。新品です。じゃあなんでですか、教えてください。ちょっと待ってね。まず内容品を見ていきますね。こちらがガラス蓋ですね。そして、こちらは蓋受けですね。付属品もすべて揃っています。もちろんマットもありますよ。 そらちゃん、僕、いつも思うんですけど、オールガラスのこのマットってなんだかめんどくさいですよね。ガラスにくっついてほしいですよね。最初からそう思いませんかまあね、ずれたりきちんと合わせるのめんどくさかったりしますよね。設置はこれで終わりです。ブラックシリコンでとてもおしゃれなオールガラス水槽です。水槽のサイズを紹介しますね。幅が52センチ奥行きが。 2 1 21センチ高さが3 0ンチで水い容量は30リットルです。では、水道水を適量まで入れていきますね。水の量が30リットルも入るんですね。それで、そらちゃんなぜ安いか、そろそろ教えてくださいよ。わかったわ、教えるわ。ほら見て、これのおかげで安いんです。あら、箱が破れてますね。穴が開いていますね。小菜の上の部分にへこみがあるんです。 でも、ソラちゃん、箱はへこんでるけど、水槽の上は何もないので、水槽には何も影響ないですよね。そうなのただ、化粧箱が破れて、へこんでるだけなのそれで安くなってたの。マジっすか、水槽本体には何の影響もないので、めちゃめちゃラッキーですね。そうなのいい買い物したわ。それでろかきはこちらのエーハイムの2211というガイドろかきを今回は使おうと思います。 小型水槽にも使える小さめのライブロカキですね。そうなのこの水槽にはぴったりよ。それでソラちゃん、今回はどのような水槽立ち上げなんでしょうか。そうね、ざっくり言うと、金魚水槽なんですけど、水草をちょっと植えようかなと思ってます。いつもの金魚水槽ではなく、ちょっと景観を意識するおしゃれな水槽に立ち上げる感じですかまあ、そういうことね。 見てちょっと水流が強いでしょう。ちょっと強いので水の出口に方向を変えられる部品をつけて水流を弱めようと思います。どうかな。少しは弱くなったかな。では次にそこに砂利を敷いていきますね。今回はよく水道で洗ってきた大磯砂を使います。やっぱり金魚といえば大磯砂ですよね。金魚には大磯砂が似合います。では。 ダイソーのジャリスコップを使ってどんどん入れていきますよみんな大好きダイソーのアクアリウム用品ですねそういえばこのジャリスコップは最近ダイソーで見かけないんですけどもう売ってないですよねそうね最近見かけないわねダイソーさんの商品は入れ替わりが激しいから良いものを見つけた時は買っとかないと欲しいなと思った時なくなるのよねそらちゃん砂ャはどれぐらい入れますか今回はね 水草を植えないといけないので多めに入れますよだいたい六キロぐらいかしら4センチぐらいの厚さになると思いますなるほどいつもは金魚水槽は砂利が少なめですけど今回は水草があるのでねでもそらちゃん僕聞いたことあるんですけど金魚は水草を食べちゃうっていうのをよく聞くんですけど今回は大丈夫なんでしょうかそうなのよね金魚は柔らかい水草大好物ですからねよく食べますよ え、それじゃあダメじゃないですか。まあ今回は実験も兼ねて食べられても良い水草を植えます。スクレーパーで少し砂利を鳴らしていきます。綺麗にならしたら、次に石を入れていきますね。河原で拾ってきた石ですかい,いえ、違いますよ。ちゃんとお店で売っている石ですよ。小流石ですね。では、次に水草を植えていきますね。 皆さんなんだと思いますかまあ、金魚の水槽に植える水草といえば、だいたい決まっていますよね。ああ、僕知ってますよ。これ、金魚草でしょう。そうね。通称、金魚草と言われているアナカリスです。今回は少し短めのアナカリスを全体的に植えていこうと思います。本来、アナカリスって長いですよね。そうね。先端だけを残して、短く切ったやつは、前傾槽のように植えていきます。 これは金魚の種類や大きさにもよりますけど、確実に引っこ抜かれたり食べられたりする気がします。まあね、そうなる可能性は大いにあるわね。まあでもね、金魚草だし、食べられてもいいし、もしかしたら食べられなくて綺麗に育つかもしれないし、いいのよどちらでも実験ですからね。でも私の予想では餌もたくさんあげる予定だし、そんなに食べられないとは思うけどね。 皆さんはどう思いますかコメントで教えてくださいね。でも、アナカリスって金魚草の中では、葉っぱが硬い方だと思うので、大丈夫なような気もしてきました。そうね。金魚草っていくつかあるじゃないですかなんだったかなまずは、マツモでしょ。次にカボンバ。そしてこのアナカリス。あ、そうそう、そんな名前でした。マツモって柔らかくて綺麗ですよね。 あれは柔らかそうなのですぐに食べられちゃいますよね多分確かにあれは食べられちゃいますね次にカボンバですが僕はあの水草は苦手ですすぐにボロボロになっちゃうんですよねああ確かに飼育も難しいけど金魚の水槽に入れたらボロボロに食べられたりボロボロにされちゃいますよねなんだかんだ言ってこのアナカリスが一番僕は好きです 安くて丈夫で綺麗ですし初心者の僕にでも育てやすいのでそうね育てやすいで言うと一番かもねしかし金魚水槽に水草植えるって言ってたんで僕どんな水草植えるのかと心配してたんですけど普通に金魚槽だったとはあそうそう今回はアナカリスを紹介しましたけど次の動画ではカボンバとこのアナカリスの比較動画となります そちらもためになると思うので絶対見てくださいねよろしくお願いしますそらちゃん排水の出口の向きを変えるやつ取れちゃいましたねこれサイズが似合わないので無理やりつけているので後で少し加工しますああそういうことなんですねそれでそらちゃん今回この水槽に入れる金魚ちゃんはどんな金魚ちゃんなんですかああ金魚ちゃんのことまだ言ってなかったわね 今回この水槽に入れる金魚ちゃんは前回紹介した熊本の長須の祭りで購入した小さめのあずましきちゃんを5匹入れます。ああ、前回のあずましきちゃんを入れるんですね。確かあずましきちゃん10匹いましたよね。そうね。60センチ水槽に10匹入れています。なので、今回は半分の5匹をこちらの水槽に引っ越しさせようと思います。ああ、それはいいですね。 やっぱりゆったり買うのがいいですよね。10匹だとちょっと多い気もしますしね。では、ここから少し早送りしながらいきますよ。そうですね。僕、早く金魚ちゃん入るの見たいんで、早送りでお願いします。はい、終わりましたよ。では、金魚ちゃん入れていきますね。あ、その前に、ちょっと水草の植えた感じを見ていきましょうね。だいたい40本ぐらい植えたかしらね。 5センチ前後の短いやつを金魚ちゃんに引っこ抜かれないようにちょっと深めに植えています。いい感じじゃないですか。なんだか一見草原の水草水槽みたいじゃないですか。そうね。パールグラスの植え立てみたいな感じだよね。これがパールグラスだと横に広がって草原になるけど、このアナカリスは横に増えることはないので、上に伸びるだけなので草原にはならないけどね。 こここでことぶきさんの LED を追加しますねあらそらちゃんアナカリスは強い光とかいらないような気もしますけど2つもつけないといけないんですかいえいえ強い光はいらないわこちらの LED の方が金魚がきれいに見えると思ったから交換しただけよああそういうことなんですかわかりましたでは水草水槽も完成したし金魚ちゃんの水合わせも終了したので 今から入れていこうと思います。はい、よろしくお願いします。まずは1匹目。いつものように金魚ちゃんは軽量カップで水ごと優しく入れていきますね。2>, 2匹目。3匹目です。あ、仲良く泳いでいますね。かわいい。4匹目。ラスト5匹目。 はいこれで全部入りましたどうでしょうかどうもこうもないですよめちゃめちゃ可愛いじゃないですか水草に金魚ってめちゃくちゃ生えますよ確かに前回の6 0ンチ水槽は何も入ってなくて薄暗くスポンジフィルターがポツンと無操作に入っているだけで味気なかったですからねめちゃくちゃいいじゃないですか前回の6 0ンチ水槽もこのように水草水槽にしませんか 確かに見た目はいいけどでもね、やっぱりね、金魚ちゃんの飼育管理的には、砂利を厚く入れたり、草を植えたりすると管理的には厳しくなると思うのよね。そうか、デメリットもあるんですね。良いことばかりではないんですね。しかも水草を全部食べちゃうかもしれないしね。全部食べちゃったら、ただのゼリ水槽になり下がるからね。まあ、それもこれもこの水槽で、 この水草を食べるか食べないかの実験結果次第かもしれないけどね。実験結果が楽しみです。食べないでくれると嬉しいですね。この水槽がうまくいったら、他の水槽にもやってみようかな。ところで、らちゃんこの水槽の管理方法とか、どんな感じでいくんですか肥料とかいるんですかそうね。では少しだけ管理方法をお話ししますね。肥料ですけど、このアナカリスは肥料はいりませんね。 肥料がなくても育つほどの丈夫な水草です。金魚の排泄物などの栄養だけで十分育ちますよ。そして水替えですが、初期の段階はいつものようにこまめに3、4日に1点5分の1ほど水を交換しますかね。1ヶ月ほど落ち着いてきたら、ろ過は外部式でしっかりしているので、水の交換は2週間に1点3分の1程度でしょうか。餌は最初に少なめにあげます。 詳しくは概要欄に立ち上げ初期の餌のやり方動画がありますので、そちらをご覧くださいね。水温的にはどんな感じですかこれからの季節はうちでは水温はだいたい22度ぐらいですね。22度ぐらいだと餌も食べるし、電気代も抑えられるし、ちょうどいいぐらいだと思いますよ。まあ、そんなところです。何か質問があったらコメントを待ってます。 それとこの動画がいいなと思ったら高評価お願いします。空ちゃんが喜びます。ではこの辺りで次回もまた見てくださいね。バイバイ。バイバイ